こんにちは。こんにちは。今日はね、ちょっと特別なんです。今日は特別なんです。まずあのメンバー紹介しようか。うん。まずメンバーまー、あ、ちゃん。次パイセン。今カメラ持ってます。で次ザック。でさらに鳥大鳥。藤波大先生。今日はね、うん、新メンバーを加えて、うん、私たちレギュラー。うん、あの二人準レギュラー。準レギュラー争い。争い。今日も準レギュラー争いをしてでっかいボーバスバスを釣った方がもうメンバー入りってこと。ちょっとそう、もう藤波さんはね、うん、投げてる。投げてる。早い。負けないで頑張ろう私たちも。はい。釣りは絶対あの下手やけど場数は多いから。だから頑張ろう。はい。うん。体で表現してみようか。体で表現してくれるの？そう。こういう感じだったっけ？こういう感じです。こういう感じ？これが。そうやって泳いでくる。わかった。今日はあれですよ。準レギュラー争いです。準レギュラー争い。マジで？はい。ちょっとザクごめん。仲良くできんわ。あんまり情報与えない。スピナーベイトなんかもう一投もしねえもん。見て見て、ダウンショットだから。釣りにかかってますね。このワーム、俺釣ったことないんだよ。あれ、岸沿いを釣ったのに釣れそうだよね。全然、好きなとこ、行ってもらって大丈夫です。今日あのもう密着取材みたいな勘弁してドキュメンタリーみたいになってるかもしれない。勘弁してスピアフィッシング一応コッパリエンディングやってた男だ。連れてくれるとすげえね。またそっからこう何かを見つけるというそう、はい、パチンコで言うとこう早い初当たりの方でねあれ俺今日行けんちゃうのみたいな。ちょっと気になるところ移動しましょう。行きましょう。向こう向こう。まあ、俺なんかこの斜面あるって言うと時にずるってこれそれは絵的に面白い。あ、どうしよう、どうする。もうゆっくり行くならゆっくり確かめていくしかないですね。ちょっと、あ、ここだ これ おじさん2人ちょっとやばい。おー、ナイスキャストですね。これどころじゃないよ、これ。最悪だよ、寝かかった。もうあっちまで行くしかないっすよ。最悪だよ、これ。行きますか。あのね、これ警戒レベル4。ちょ、このね、はい、丸いこの一瞬、むちゃくちゃ薄い。あー、はっきりしちゃった。あ、ほらほら。ちょ、違うのよ。違うのよ。あのね、これ一回、危ないっす、それ草あるよ、これ。危ないっす。こうして、はい、このラフを行けばいいのかな。あぶない。草頼みやめましょう。危ない。草頼みやめましょう。藤田さん。無事生還しました。気をつけなはれや。私は久しぶりに見たよ。おじさん2人があんなパニックな。パニック仕事。いや、マジパニックやからね。移動してきました。じゃあまずちょっとお決まりの、うん、見せてあげるよ、私のスキッピングを。見せてあげますよ。見せてくださいよ。じゃあ上から撮ってます。ほら、おっさん2人をバカにするから。お尻汚しちゃった。そういうことなんねん。お尻汚しちゃった。
汚れとった本当にケツ汚れとるやんお金で解決だな、うん、俺の車ちゃうぞお金で解決ちゃう高級車乗ってきてんぞいやわーほんな見られてほらどっか行ってこれがあの実力ですこれ今準備してるやつで多分釣れるからいろいろ出てくるよ、こん中なんかつけてるんすか？うん入れてるだけですか？そう、使いっぱしのやつを、あ、青木虫、青木虫、青木虫のダウンショットめっちゃつるんってしてる、なんか今虫沈めるの流行ってる、流行ってるよね、うん、でも多分ね、それの走りじゃないかな、うん、和歌山で教えてもらったの、もう何年前だろう、5年ぐらい前、先取ってるすごいよねと思ってこれってさみたいな水面でピクピクやんじゃないのって言ったらさいやそうなんですけどこれダウンショットほんと釣るんですよとかでもあまりにも釣りがせこくてねなんかちょっとだけ他のことやりたくなるみたいななんかバスプロっぽい感じ、うん、バスプロに関連してももう40俺今年 7?6? どっちかなのおっさんだよねもう侍だったら隠居だから隠居絶対そっちに届いてる絶対歴史絡めてくるちょっとだって今日雨降ったら姫路城行こうよって黒田勘弁黒田勘弁黒田勘弁って、うん、ずっと言ってたから、うんそうなんか俺帰りにあの大山崎のなんか古戦場の跡みたいなのをちょっと見てこうかなついに黒田勘弁黒田勘弁出陣じゃ令和の黒田勘弁いやもう光栄釣れた。え？まあまあじゃない？まあまあよね。ちょっと待って、降りれへん。釣れる。絶対に釣れる。大きい魚かけてるんですけど、鉄には汚いです。ザックあるよ。さすがザック。わしやありね。うん。やっぱここですよ。やっぱここなんだ。わしやわしや。ちょっとサイズが。ナイスナイスフィッシュナイスフィッシュおっあやったやったな何であのこれフリーリグフリーリグ 5g のフラットワームフラットワームでおお別にオーバーハングの下に入れたとかじゃないもう手前に落として、うん、ちょっと誘ってたら、うん、いたおめでとうありがとうございますおめでとうあザックのせいであ本当や危ねえ危ねえ藤波さんにホームの力を見せつけて3本目なんかジブリみたいジブリみたいなんで俺だけ釣れんと思う多分ワームでかいのワームでかいからと思うねえねえ、皆さん、はい、今何で釣られたんですか私はあのさっきの 5g フリーリグのフラットワームですフラットワームです勉強になりますほんとと。よし。大丈夫。さっき気づいたことあるんだよ。気づいちゃったんですか？うん。釣れる人と釣れない人の差。何ですか？釣れる人はここ降りてんだよみんな。ああ、なるほど。今ねもう当たってるもん。なんか釣れたみたいですよ。マジで？しかも上から釣れたみたいで
おいちょっとザックちょっと今のなしよ今のなしよ釣れる人はここ降りてんだよみんな、まあ、今年のテーマはとりあえず釣るなあちっちゃいのでも釣っとんもんなあ、来たおこれどうすんのこれ降りてこけちゃうこけちゃういい大丈夫よこのままオッケーもういただきましたやった来たちょっと待ってそうあの面白いのいらないですよ面白いピヨンってバレるとかやったーやったー釣れたぞみんなありがとうコンサートコンサート会場やっと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 危ないあれ巻き戻ししてないんだけどやったみんなを安心させるって言ってあ見てこのバス俺救助だよこれトリプルフックが一つ刺さってるうわ愛が折れてるもんほらうわすごいすごい、うん、俺もすごいやろこれおいすげーなすごいやろ俺もすげーな、うん、タニシが釣れたスナーベイトでタニシが、うん、タニシが釣れたやるな、うん、ちょっと高くなってるの高くなってる高くなってますわあってる痛い。あ、サイズアップ。サイズアップ。サイズアップ。おい。すごい。すごい。エコーしてる。エコーしてるよ。会議でやったでしょ。会議でやった。会議でやった。結構大きい。やったぜ。はい。ありがとうございました。すごい。ちょっと再現 VTR でもう一個しとくわあのねあちょっと10センチぐらい手前になっちゃったけどあの辺でこれねバスはホールだねここで食ってたらバスこれちょこちょこやりやすい食うとあとバスおおお枝いいほら一番でかい今まででかいちょっと波動大きめでいこうか波動大きめですごい血でバイブレーションがジャークベイトはね本当にハマったらすげえ行った確実に確かにバスですかはいこれはいいよこれはバスあー出た